お昼に配信って珍しくない？なんとなく配信してみました。なんとなく、やっほー。皆さん日曜日いかがお過ごしになっておりられおられますでしょうか。おりられますでしょうか。おられますでしょうか。今妹がいます、目の前に。なんかメイクしたいなって思って、普通に今日ね配信しながらメイクしようかなって思って、それがきっかけでございます。お昼のこの時間って見に来れるんだね。なんか久しぶりお昼にしてみようかなって思ったんですよ。なんかさ、話すこと決めてたのに全部飛んだんやけど、大丈夫そう？お仕事の方もいますよね。日曜日にさ、この時間に配信することないからさ、見に来れる人いるんかなって思ったけど、結構みんな配信してくれた。あは配信見に来てくれたか。やっほー。普通に別にメイクしたからなんだってわけじゃないけど、なんかメイクしたくなったので。そうね、あのね、最近あの個人的に大変だったことがあったんですよ。で、いや、お出かけとかじゃなくて、普通に今日はおいいるけどメイクしてみようかなって思って、なんとなくです。本当になんとなく。最近ね、大変だったことがあってね。前振りが長い。あのここ2、3日前、4日前ぐらいだったかな、4日前ぐらいに、あの何て言ったらいいんだ、顎がさ顎が、あのなんか口が開かなくなって口が開かなくなってって言ったらさ、どういうことって感じなの。なんかここ2、3日前ぐらいからここがずっとなんか大きく口を開けることができなくなって、え、なんか急に何事って感じなんですけど、あれキャップ顎関節症みたいなやつかな、わかんないけど、そう、あ、今開くんですけど、あ、別に喋れないことはないんですけど、喋なんかちょっと髪の毛にくる、絶対そう、なんかずっとコリコリしてた。ね、言わない、ずっとさなんかさ今はもう、いや、なんか今ちょっと落ち着いたけど、なんか顎がね、なんかおコリコリゴリゴリ、骨の音が鳴ってるのが分かったんですよ。
いや別に喋る時は何もなかったけど、うん、あれ顎の絶対関節ずれてるよねみたいな、うん、なんとなくで様子見て、でもなんかネットで調べたらなんか自然に感知するみたいな書いてたから、うん、っていうことがあったんですよ。こういうのを普通に話すのもどうかと思うんですけど、え、たまにあるよね、多分たまにありますよね。なんかえ、なんか顎がずっとこっち側がずっと音鳴ってて、そう。急に来たからびっくりした。顎が外れたというか、多分関節がずれてた。急に来たからさ、なんだろうこれって思ったらさ、ネットで調べたら多分自然に治るものみたいな。てかあの、ツイッターにさ載せてたじゃないですか。ツイッター、私のツイッターをフォローしてくださってる方知ってると思う。メイクの使ってるやつ載せてたんですけど、それから全然変わってそれから全然違うからなんかもう笑えてきちゃう。ああ、タカさん、ありがとうございます。お城ありがとうございます。お城、ありがとうございます。使ってるコスメ違うからさ。今日も眉毛の描き方講座ありますか任せとけ任せとけ。ツイッターの情報が遅い。確かにめっちゃ変わっちゃった。なんか急に すっぴんだとさ、クマがひどくてさ、ほらやば。音声でおめでとう、チャンニーおめでとうってか、すっぴんで言わせないでよチャンニーおめでとう、誕生日ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。今はクリームを塗っただけでまだなんかほぼすっぴんですよね。10周年の情報出たね。確かに私たちもツイッターで知ったんですよ。私たちもツイッターで知ったんですよ。だから楽しみ。2日間に分けて楽しみですね。やばい、話しながらメイクするの得意じゃない。なんでこんなことしちゃってるんだ。26と27、そう、27は妹の誕生日でもある。すごい。ね、詳細が。楽しみですな。ねえ、あのさ、
めっちゃごめんなんですけど、さくらちゃんのいびきが聞こえたらすいません。今さくらちゃんが目の前で寝てます。聞こえるって、聞こえるってよ、さくらちゃん。やめてよ、もうあんまり。完全にいびき。昨日、さくらが、あ、犬ね、私が飼ってるお家のワンちゃんが、めっちゃ甘えてきて、で、なんか、どうしたってぐらい甘えてきて、いつも以上に。聞こえてるってよ、さくらちゃん。あとで抱っこして起きてたらね、さくらちゃんが皆様にご挨拶をさせよう。新しい、いびきすごいよね、ほんと。変わったいびきだねって。そう、犬のいびきって結構大きいですよね。さくらちゃん大きいんですよ、いびきが。だって完全に爆睡されてますよね、奥さん。私が喋ってないのにさ、愛犬のいびきだけさ配信されて、どういう状況？やばい、不器用出ちゃう。本当にメイクしながら配信って本当にたくさんすぎて。今はファンデーション、ファンデーションです。まあ、ファンデーションを塗りました。顔が白くなりました。てかさ、オレンジの公演がなさすぎて、火曜日にあるんですけど、楽しみすぎる。楽しみですな。全然みんなにあげてないからな、ファンの皆さんに。私アイ一応ね、そのアイドルがメイクしてる配信で犬のいびきが聞こえる配信ってさ、なかなかないよね。平日なのにみんな見に来てくる、ありがとうございます。ゆるい配信なので、本当に皆さんみんなお昼食べました？みんなお昼食べましたか？お昼食べた人ねえ、いびきちょっとボリューム下げてもらえるかな。何食べたんですか？あ、ちゃんぽん食べたい。あ、うどんもいいね。うどんこの間食べたいって思ってた。みんなあれだね、ラーメン、麺類多いね。麺類多いですな。え、みんなどっち、みんなさ、ご飯派ですか麺派ですか、どっちですか？おっさんとってよって言わないで。
ご飯、アーメン。私どっちが好きだろう。私はどっちが好きかな。ご飯と麺だったら。麺類だとうどんとか好きだしさ。メイク配信してます。メイク配信というか紹介とかしてないけど、メイクしながら配信してます。なんかお昼、日曜日だしたまにはこういう配信もいいかなって思って。あ、やばい、まつげに全部パウダーの白いの落ちた。辛いの好き、辛いの大好き、辛いの大好きすぎて。よいしょ、いい、こんな緩くてこんな緩くていいのか。マジで全然使ってるの違うんやけどこれおすすめ、はい、眉毛描きます。日曜日に配信ってあんましないのかな。私なんか土曜日のイメージなんだけど、自分って。辛いのどれくらいいける？辛いの？なんか辛いのは結構いけると思うんですけど、けどあのあれは嫌なんですよ。辛すぎて、辛いの入れすぎて、そなんだろう、美味しい味がなくなっちゃうのが嫌なんですよね。わかります？なんか辛いの入れるとさ、香辛料とか入れすぎちゃうとさ、もうそっちの味になっちゃうじゃん。それは嫌なんですよ。だからそれにならないまでの辛さが好きかもしれないです。だから結構いけると思う、多分、多分ね。髪色グレー系だけど眉毛ブラウンでいいのかな。ブラウンにもよるけど、なんかナチュラルなブラウンだったら別に大丈夫だと思う。私はいつもナチュラルなの。ダイエット系は嫌ということね。そう、なんか別に食べれないわけではないと思うけど、なんかそこまでして辛いの食べなくていいかなって。美味しいぐらいの辛さが好きね、さくらちゃん。いびきがすごいんよ。いいとなった日曜日のお昼にいびき配信されよんよ。はい、眉毛完成。はあ疲れとるの、もう疲れとる。以外メイクすることが本当にないので、でもさ、メイクしてると気合が入りますね。やっぱりスイッチが入る。眉毛描くだけで変わりますな。さくらちゃんが起きた、おいで、おいで、起きたの、起きたの、
起きたら。ほら洋服あ見える？ちょっと無理無理。グレー着てるんですよ。ねあなたいびき、いびきみんなに聞かれてるよ。いいの？かわいい。めっちゃかわいい。この子だけの配信でもよくないか？来たばっかやけんな。眠いな。眠いなまだ。寝起き。寝起きすぎてやばい。寝起きちゃん。赤ちゃんだね。眠たいか。お主眠たいんだろう。いびきすごかったで。いびきやばいって。女の子やけんさ、なんかもうちょっとなんか可愛いいびきしようね。起きたばっかだからめっちゃ寝ぼけてる。今ね5歳ですね。女の子です。女の子なのにあのいびきっていうね、飼い主もびっくりよ。寝ぼけてる完全に。ちょっと待っててね。待ってて。出たい？いいよ。ただいまです。ちなみにゆなちゃん何時頃起きたの？ゆなちゃん8時頃に起きました。いびきもかえない。あのごめんけど私いびきでなんでないんですよ。いびきかかないって言われる。私いびきかかないんだよね。いびきかかないけど寝相は悪いんですよね。お布団いつもなんか着てない。蹴って蹴って寝相が悪いんですよ。でも寝相が悪いってことは元気な証拠なんですよ。顔が完成してきた。嬉しい。顔が完成してきた。寝言はなんかたまに言うらしいです。でもね、なんかそんななんかよく言う人ではない寝言を。ほんとたまにたまになんか言ってるよみたいな。今ベースだけ終わりましたね。なんかね、妹もたまに寝言言うんですけど、妹はだいたい寝言言うときは私と喧嘩してる内容なんですよね。なんかお姉ちゃんみたいなこと言ってる。でも私と夢の中で喧嘩してるんだろうね。でも最近は夢見ないです。全然見ない夢。
妹は強いんだよね。え、強いですよ。性格強いと思う。あ、そう、いい意味でね。夢でもお姉ちゃん呼びないよね。うん、言うなって言われたことあんまないかも。ないね。お姉ちゃん、絶対お姉ちゃんって言ってる。お姉ちゃんって言ってる。お姉ちゃん。はじめまして。のむのむさん。はじめまして。こんなお昼の配信を見ていただきありがとうございます。あ、あう。え、なんかあれ、もういっか。あー、なんか間違っちゃった気がする。なんでこんなキラキラ載せたんだろう。もういっか。はじめまして、アントワーさん、アントワーヌさん、義経さん、ありがとうございます。はじめまして。すごい、やっぱお昼に配信するとさ、またその普段ね見れないその時間帯だったりさ、人も いらっしゃるからさ。あー、なんかちょっと乗せすぎた。ちょっと待って、乗せすぎた、失敗した。え、失敗したね。いやー、もういっか。まあ調節すればどうにかなるでしょ。じゃあ乗せすぎないようにね、調節していこう。あれ、こんなんだっけ。まあ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 、え、こんなんだったっけ。メイクさ、別に全くしないわけじゃないけど、いや、今から治っていくよ。大丈夫。大丈夫よ。なんでこう、あ、そう、なんで濃くなったんだって思ったらさ、ちょっと分かったよ。え、こんな、やっちゃってるね。違っちゃってるね。もう自分でも笑っちゃう。これ使っていきます。もう全然違うじゃん、本当。今日一応洗った。まあ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 、まあ、これが馴染んでいくんよ、おそらく。えー、なんだ。まあ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 、落ち着いていこう。声やばくない？ちょっと怖いな。いや、こういうね、失敗もね、あるからね。あ、今日全部不調かもしれない。みんなさ、なんか、あ、やっちまったねみたいなコメントしてるけど、見とけよ、絶対完成した頃にはな、いい感じのメイクにしてやるぞ。誰と張り合いよんって感じだけど。
まあ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 、まあ、大丈夫大丈夫まだ修正は効くからね。何を失敗したんだ私は、ね、このさコスメの音好きなんですけど、共感してくれる人いる？これここにさちょっとぼかす色を使っていこう。ほらちょっとぼかっ、目が特徴あるよね。まあなんか言われます、目で言うなってわかるって言われる。髪の毛を可愛いピンと留めましょうって止めたいんですけど、なんか髪の前髪伸びてきたからなんかちょうどいいかなって、ちょうど流れてくれてる。ゆなしの目の大きさ好きってありがとうございます、ありがとうございます。雰囲気で言うなちゃんで分かる、ありがとうございます。なんかねマジね小さい頃からね目でマジ言うなって分かるって言われてた。こうしても目だけで分かるって私って、なんかなんでか知らんけど。ゆなちゃんとゆなちゃんのインスタグラムとテンション上がる、ありがとうございます。ちょっとね11月はなるべく投稿を多くしたいなって、フォロワーさんを増やしたいっていうのもそうだし、だからちょっと投稿増やしたいから10月の今はちょっと写真がなくなっちゃうから控えめにしてます。一気に載せすぎちゃうとなくなっちゃうからさ、なのでぜひとも皆さん、おすすめしてください、お友達に。ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。いつもはメイクにどれくらいの時間がかかるの？無言でやるから30分ぐらいですかね。30分、20分かな。丁寧にやって30分とかかな。でも話しながらするのマジで苦手だから今すごい時間かかってる。無言だとさやっぱねもうそれ一個に、私一個に集中するのが好きだから、じゃあなんでさメイクしながら配信やねんって感じやけど、メイクってアイドルになってやり始めた感じ。そうです、それまでやらなかったですねメイクなんて。なんか小さい頃お母さんに遊ばれてメイクされたことはあったけど自分でしたことはなかったですね。だから知識とか何もなかった。もうちょっとできてきたよ。無言になることあるの？あるよ。
私結構無言ですよ。なんだその集中したりするととか、早くね、メイク終わらせた方がさ時間が余るから、なんかさ未来でさ、なんかもうメイクが一瞬で完成するなんか道具とか作ってくれたらいいのにな。もう自分が設定したメイクをそのまま顔パックみたいに貼り付けたら出来上がるやつ。そんなんしたらもう時短よ時短。ゆなしいっぱい喋るタイプじゃないよね。その雰囲気によって話しますけど、でもなんかめっちゃ話すあれじゃないかもね。マジで配信しながらしたらなんか濃くなったやんけど笑いが出る。なんで濃くなったこんなに。まあ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 、まあ、気にしない気にしない。気にしちゃダメよ。まつげ上がると変わりますね。ちょっと顔が起きてきたな。今絶対すごい顔してた。上がりました。見えますか？上がった。上がりましたね。なんかだんだん私になってきた。いつもの昨日本コア会ってたじゃないですか。見てた人。私は見てないけどね、怖いから。最近スタッフさんにおすすめっていうかなんかされて、そう見ました。そう、あ、なんか層の、うん、あのなんだっけ、一番新しいやつ、一番新しいやつを見ました。なんか見たことありますかみたいな話になって前に、で確かなんか何誰かとなんか見た気がするんですよね、メンバー誰かと。なんかね、なんか記憶にあるよね、誰かと、え怖いって言いながら見た。でも全然話とかはもう覚えてなかったから、え、じゃあ見てみてくださいってなって、でもなんかネットフリに入ってなくて、全部だから新しいのが入ってたから、それを一人というか妹と見ようと思ったんだけど、妹が怖くてずっと下向いてて、結局私一人で見た。
怖いよね。そう怖いけど意外に一人で見れてちょっと自分でびっくりしてる。え、なんか見終わっちゃったんだけどって。あとは韓国ドラマイカゲームとマイネーム見ましたね。あれこれじゃないな。イカゲームイカの話かと思ったら違うのね。違うよ。イカゲームっていう韓国のドラマ。結構チって感じなんですけど。それも一人で見た。怖いの無理なんですけど見ちゃうんだよね。そっちちって感じです。ほぼ完成した。何が完成してない。逆にあマスカラ塗ってなかった。マスカラを塗っていなかった。やっぱえでもさっきさちょっとさ失敗したみたいになったじゃない。ちょっと馴染んだよね。やっぱり全部塗ると馴染むんだな。一回ちょっとあちょっとやっちゃった。こっから修正できるのかって思ったけど意外にできました。最近前髪を伸ばしてるんですよ。伸ばして本当はアイロンしたい。アイロンというか今は流してるだけなんですけど、一時期パッツンとか普通に分けてたけど最近は伸ばしております。ね、なんかとんでもない失敗したと思ったら意外にいけました。意外にできちゃった。ありがとうございます。みっちゃんが帰ってきた。何を見せよるんって感じ。やっぱさすっぴんとさメイクするとやっぱメイクすると大人になったなって思う。この間さ久しぶりにあれ言ったっけ話してないっけ久しぶりに会ったメイクさんになんかあのふいゆなちゃんはなんか変わってないんだけどなんかお姉さんになったねって、なんか大人って感じって言われた。大人になっていくんですよ人間って。マスカラしようと思ったけどいっかな。下地だけした感じ。下地だけしてこれはすごくない？すごいですよね。
なんでアイシャドウが濃くなったか分かった、濃くなったか分かったよ。これを使ったからだ。これちょっと女の子ぜひともこれ使ってください。めっちゃ持ちいいから、持ちいいし発色いいから、マックの下地だからめっちゃ発色しちゃったんだよ。もうやばかったもん、びっくりした。はい、終わり、完成。話しながらにしてはまあ上出来では。今度公演あれですね、ねねちゃんも久々に揃うから、久々全員でのオレンジ公演。来る方はぜひとも、まあね声は出せないけど見ててください。 DMM でね見てくださる方もぜひとも。あ、やばい、なんかぐちゃぐちゃなっちゃった、やべやべやべ。ハルタンさんの生誕祭でもありますよね。七色で生誕祭ってどんな感じ、どんな感じなんだろう、ワクワクね。七色で生誕って、口の色足したいです。姉ちゃんいるよ、いるよね。次は、次からいますよね、姉ちゃん。久々全員そう。そうなんだ、生誕祭始めるタイミングがそこって感じ。そうなんだ、ちょっとは初めてだからドキドキするね。ファンの人の方が詳しいからさ、そういうのは。ケーキも同じだし、あのケーキはもう同じなんよいやこれは別にあれじゃない、ケーキはねもう同じなんですよ。あの方にちょっとお世話になっているからさ。あ、同じの付けちょっとキモかった一個でいいや。ケーキのろうそくが長くなった、長くなったとかあるの。ケーキすごいね、なんか DMM というかその生誕祭来てくださってる方はねケーキ見たことあると思うけど、結構ねあのなんだろう、もうベテラン感を感じる存在のケーキですね。もうすごいよね、みんなさ生誕の時さなんか偽物じゃんみたいな感じのさなんか雰囲気になった時シッってなるけどさ、すごいよねあれ、お世話になっておりますよね。ケーキの偽物を落としたメンバーいないんじゃない、みんなちゃんと本物の、本物のケーキと同じぐらい大事に扱っております扱っております、言い方あり変だけど。久しぶり、楽しみだなね、ハルタンさんのお祝いをみんなでしようと思うので。ブルートも久々だな、ブルーも久々だよね。七色でさチームが違うとさなかなか会うことないから
私が仕事以外外に出ないっていうのがあれなんですけど、楽屋は別、そう、楽屋は別なんですよ。楽しみにしててください。もうハルタンさんってか、まずまあオレンジになってから仲良くなったメンバー、クルタンともオレンジきっかけやったし、あかりとは仲良かったけどもっと七色で仲良くなったし、ハルタンさんハルタンさんとも七色きっかけでなんかもっと話すようになったし、七色きっかけって大事だね。そう、あのワカニャンとは戦ってますね。前アジマジさ、あれいつまで続くんっていう、あの二人の。でもそれを楽しんでくださってる方もいるので飽きられないぐらいにワカニャンとは戦っていきたいと思います。何があったんって本当に別に何もないんですよ。別にあれなんか若にゃんからもなんか、私がショールームしてる時にゆなさんのファンの方から、ゆなさんのファンの方からはなんか、ゆなに何したみたいに言われたんですけどって、いやあれ違う、あの違うからみたいな感じで返しときましたって言ってた。本当に何もない、別に。ただなんかなんかその なんだろうね、なんか掛け合いをしてますね。なんであーちゃんとあんなに仲良くなったわかんない。きっかけはあるんですけど、その私がクリアできなかったゲームのところを あかりがクリアしてくれたっていう、そこ AKB 劇場の視聴会の時、それが一番のきっかけなんですけど、本当になんできっかけか分かんなくて、まあ、七色で一緒になったっていうのも大きいけど、なんかあかりと話してるとなんか心がなんか、なんだろうね、温かくなる。温かくなりますね。いい子です本当に。なんかね、後輩となんかここまで仲良くなるんだって思わなかったから、うん、ゆなちさんって言ってくれる。お互いにお互いになんかさ、キュンキュンする言葉言い合ってるって言ってるけど、でも本当にあかりってなんかふとした時にキュンってしたこと言ってくるんですよ。そうだからちょっともうね、あかりと会うと元気が出ます。さやまるちゃんが寂しがってない、寂しがってます。寂しがってます。なんかね、会った時にいつもいつ出かけるのって言ってくれる。そう、出かけしてくれるのって言ってくれる。もうね、本当にね、本当にね、お待たせしちゃってますね。でも別にさやまると出かけないとかじゃなくて、本当に全然その誰とも出かけないから、そう、誰とも別に出かけるわけじゃないから、いつかはちゃんとお出かけしますよ。はい、ただそれがすぐじゃないだけで、そう、ね、こんね、そう。お待たせしちゃってますね。止まった？嘘。止まってます。最近ファン、え、止まったって言ってる。なんで？
動いてますか？止まった？止まったって言われてるけども止まった？あ、おかえりって、あ、動いたって、なんか変って止まった？なんだろう、 Wi-Fi の関係かな。最近ファンになりました、としおさん、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい。最近ファンになってくださった方もいて、お話し会とかねあるから、みんな来てくれるんか、みんな来てくれるんか。まだ先の先やけどさ、先の先やけどさ、今博多弁やったね。先の先やけどね、なんか予定が入れれる方は入れててほしいです。私とお話しする日を。写メ会ね、なんかちょっと久々ですよね。さ、あんまりなんかね、なんかなんだろう、来てよっては言えるけど、なんかね、やっぱ先すぎる予定だとさ、みんなお仕事だったりとか学校だったりとか、なんか普通に予定がね、大事な予定があったりとかもするかもしれないからさ、言えないけどさ、でも来てほしいなって思う。会えてない人、会えてないというか、もうみんなに会えてないからね。公園でもまあ会えた方とはいるけどね、お見送りとかでね、やっぱりあの、なんだ、お話し会とかでそのちゃんとこの話せる時間をもらって話した方が、そう、なのでお話しましょうお話しよう。そろそろグラビアも来たい。去年だったね、そういえば懐かしい。そう、お見送りで顔合わせるの一瞬なんですよ、本当に一瞬。いや、それも嬉しいけど、ね、嬉しいけど話すことができないからみたいな感じで終わっちゃうから。でもとりあえずはまず30日と31日に私はあの撮ってくださってる方とはお話できるので楽しみでございます。どうしたら声当たるかな、私が願っとく、当たるように。もう寒くなったからトレーナーの季節ですよ。髪の毛さ切ったんですけど、なんかもう伸びたよねもう伸びたよね、なんかもうの、もうなんか伸びてるんですよ。伸びるの早くない？なんかもうちょっと短かったイメージあるんだけど。最近また当たりにくくなった気がする。あ、ねえ、当たってほしいけどね、みんなに面々と。ニット着たりする？ニット、ニットだっけ、なんか買いました、新しくよく買った。またそれをあの、なんだ、おしゃべり会とかで着れたらなって思ってる。振り替えのは京都とオンラインでなくなっちゃったか、2月。ああ、4ヶ月先、先やん。そう、結構みんななんか来年までとか、来年までね、あのお話できないとか、はよ話そう予定を別さ縮めることできないけど、はよ話そうって感じ。
マジで本当に話したい、まあ、少しずつね元の生活にね戻ってみんな来てるのかな。次会った時にねまた違った自分を見せれるように成長できてるように頑張ろうと思っても、やばいよね。だってさこの間10月始まったのにもう10月終わるんだよ。やばいよね、普通にやばいよね。確かに京都でお話し会できたのはある意味奇跡よ本当に。すごいね、早いね。そしてまた来年が始まって明けましておめでとうございますって言って、でなんかまた12月ぐらいになってるんで怖いよ、怖すぎ、さすがに怖すぎ。一日もあっという間なんですよ。ね、普通に会えればいいけど、オンラまあねオンラインだでなんだ行けなくてオンラインでしか話せないって方もいるからね。22歳おめでとう。直接まだ確かに本当だよ、怖いって。だからてかなんか生誕祭ができてたのもね奇跡だなって思う。早いですよ、人生とはそんなもんだそうだね、確かに人生とはそんなもんだ。あきおめも言えてない、やばいって。ティワシ最近食べれるようになったものってある？最近食べれるようになったもの、食べれるようになったもの、食べれるよう、あの食べれるようになったの食べれなかった結果やっぱり食べれなかったっていうものならありました。あの質問と全然違うこと答え、食べれるようになったものはちょっと思いつかないけど、結局食べれなかったってものはなんかもう結構前なんですけど、結構というかまあ何ヶ月2ヶ月とか前なんですけど、2ヶ月そんなんじゃないか、もうちょっと前か、3、4ヶ月前なんですけど、あのショートケーキをなんかお母さんが食べてて一口なんかもらったんですよね、一口二口食べれなかったあのなんかクレープとかはまあ食べれるけどショートケーキがダメでした。生クリームもたれちゃってどの辺がダメ、なんか全くダメとかじゃないけど、なんかそんななんか食べれない、生クリームが苦手っていうのはあるけど、でも別になんかクレープとかだったら食べれる、まあずっとは食べれないけど、多分甘いのを食べ続けるのが無理なのかもしれない。いや多分ね生クリームとかあんなにスポンジケーキがの組み合わせが多分私ダメなんだと思う。
だから別になんか全部がダメじゃなくて、なんかショートケーキが、でそんな食べれんかったよねショートケーキ、あの時一口食べてあいけるかもって思ったけど、二口目ちょっと止まっとったよねケーキ食べ放題とか絶対私いけないと思う、うん、多分本当に多分序盤何もなんか本当に食べ放題の元なんか取れないと。博多に引っ越して2年半経ってやっと HKT に推し見つけました。ありがとうゆなちゃん。ありがとうございます。これ私を推しにしていただけたということでしょうか。ありがとうございます。なんかやっぱ新しくこの好きになったよとか推しになったよって言ってくれると嬉しいですよね。やっぱりどうすればミクちゃんと結婚できました、できますか。それはミクに聞いてください。なんで私に聞くのみっちゃんいますよ今。みっちゃんが今なんか教科書をガサガサしてる。スイパラ行ったりする、行かない、食べれないから。そんな、あ行かないで、行かないでね、ピースってして、ピースってして、ピースってして、画面の外じゃない、画面の外って、ただ私に、あもうちょっともうちょっと、あもうちょっともうちょっと前に来て、もうちょっともうちょっと前に来て、はい、あそこ、あ映ってないです全然、こちらですね、あれ、あ映ってないです、もうちょっと前に来ていただけると、そんなため息つかないの、あもうちょっと前ですあのすいません、あの今気づきました、あのカメラこっちでしたごめん本当にごめん、カメラこっちだ、だからこっちからしても映んないの、わかる、だからこっちこっちからこうやってバイバイって言って、あー映った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 、もう一回もう一回もう一回、あちょっともうなんかもうこんなんしか映ってない、ピースってして、あもうちょっともうちょっと前に、あすいません、あの指がですねまだ映ってない、あそれです、あちょっとドアップすぎるのでもうちょっと前の方に来ていただけるとありがたいなと思います、あこれですね、これ、これがみちゃんのお手手です、ございます、みちゃんのお手手でございます、もういいみたいな顔してる、あいいです、全然戻っていただいてありがとうございます、ありがとうございます、すいませんね、ありがとうございました、すいません、あのカメラねこっち側にあるのにこっち側と言ってしまいました、そんなため息をつかない笑いながら行かないでよ、そんな感じで手だけ出演ありがとうって、ネイルしてるって、ネイルしてないねみーちゃん、ネイルしてないですよ、ピンク買ったのかな、みっちゃんのご出演でございました。なあ、あやちゃん久しぶり、あやちゃん久しぶりって、久しぶり、ちょっとだけご出演いただきました、ありがとうございます。すごいなんかお昼に配信するとゆったり時間が流れる気がする、なんか夜に配信すると結構我が家は、山内家さんはですね結構早め行動するので、結構配信終わってなんかこういろいろしたりしてってお風呂入ったりしてって結構早いから、なんか時の流れがあっという間に過ぎていくのですけども、お昼ってなんかあんま時間を気にしなくていいから、なんかのんびりできるね。多分にやけると思う、眠くなってきた、同じくです、すごく眠いです今はなんか本当に眠い、なんか最近っていうかもう本当ずっと遅くまで起きることができなくなってもう大人やん
なんかそんなね、みんななんか若い子みたいに若い子みたいになんか私結構夜中まで起きれてたんですけど、夜中まで起きとくことができなくなって、結構なんかもうすぐ眠たくなっちゃうんですよ。でなんか朝も結構まあ早めに、まあ、起きた方が体のためにはいいなと思ってそうだからね、でも睡眠って大事だなって思う。っていうのをオレンジで話したらさ、前も言ったけど後輩ちゃんたちが、ちょっとゆうなさん見習って早く寝ようとか言っててめっちゃ可愛かった。夜中まで起きてるイメージはないけど、いや起きてたんだよ前は、結構起きてましたよ。なんかすごい時は夜中の4時ぐらいまで起きてた時あって、怖いね、その時なんか寝れなかったんですよ。でも今逆に夜中の4時まで起きてた自分が信じられなくて、そう、もう朝よ。朝でしょ、やばいよね。そうだから結構みんなさ、私がおはようツイートをしてるんですけど、ツイッターのしたら、ゆなちゃん早いねとか言うけど、結構それよりもうちょっと前に起きてるんです、いつも。起きておはようってつぶやいて、まあお仕事が早くなければ一回ちょっともう一回寝ちゃう時もあるけど、でもパジャマから着替えるからもう起きたもう同然だしですね。そうだからやっぱね、最近ねちょっとお肌の調子も良くなってきたから、また一時期ちょっとなんかおでこが死んでたんで、その時起きたら何してる、何してる、なんかお布団でゴロゴロ携帯見るのは良くないから、朝をさって起きます、頑張って。まさかツイートしてから寝てる、いやそのツイートしてからあの掃除機かけたりするから起きてるけど、そのそういうのが全て一旦終わってお仕事までにまだちょっと時間があったら30分仮眠したりしてですね。お家大好きは変わらないですね。お家大好きですね。本当に私仕事以外でもね、ちょっと切れてるものがあるから買いに行かなきゃなって思ってる。一度だけ0時くらいに7午後の返信、いや12時半ぐらいまで起きてますよ。起きてるよ本当に。早い時は結構12時前とかに寝たりするけど、買い物には行くんだ。一人で買い物とかは最近は行ってないけど、ネットとかで買ってるとか。でも一人、基本一人で買い物行ったりする。ドラマ見てる、あの真犯人フラグを見てます。秋元先生がのドラマ。日用品とか服とか、その服を入れる収納のやつをいつ今度買いたいんですよね。そう、一人で買い物楽です。誰かと行くとか苦手。
私は苦手じゃないけど、一人の方がパパッと決めれるから、パパッ優柔不断だけど、でも一人の方が結構パパッて済んじゃうから一人で行くことが多いです。お仕事終わりにメンバーと遊びに行ったりはしないの？そう、お仕事終わり、最近ないかな、全然ないかな、全然。まあそう、コロナだからね、そういうのは行かなくなったのはあるけど、まあその前からは、その前になかなか私自身が行かないから、本当に私が本当お出かけに行くと、本当なんかどうしたのって言われるからね、逆に。ファンの方からコメント見てると、え、今日お出かけしたんだみたいな、どんだけもう奇跡みたいな感じよ、もう。洋服とかもさ、ネットで買える時代になったからさ、だよね。てか気づいたらさ、もう1時間配信してるんだね。1時間配信で、なんか夜よりなんかすごいゆったり時間過ぎてるけど、意外に時間過ぎてた。やば。やばいね。意外に。こんなお昼からなのに。見てくださってる方いてありがたい。通販で洋服ってサイズとか心配にならない？え、心配になります。そう、買ったことがあるブランドのところとか、そのなんだ、洋服のサイトとかだったらなんとなくさ、多分これはこのサイズでしょ、丈が思ったよりも長かったりとか、色が薄いよねとか、なんか思った色じゃないよねみたいな。でもさ、着てみて変わりません？なんか結構ネットってさ、なんかさ、可愛いと思って買ってさ、着てみてもさ、あれって思ったりさ、逆にいやでもこれ持ってたらまあ使えるかと思って買ったら、意外に一番それが好きだったりとか。便利な世の中だな。でもね、新しい私ファンデーションとかを買いたいんですよ。もうそろそろこの子が今使ってるのがなくなりそうだから。45分ぐらいになったら終わろうかなって思います。そう、パーカーの時期になるからさ、パーカー着るのが、パーカーって可愛くない？パーカーって可愛いよね。しかも冬着たかったのに、去年なんか意外に届かなくて、洋服が着れなかった洋服とかもあるから、今年着るのが楽しみ。パーカー持ってる、持ってるよ、持ってる。肉道具は揃われるの大変そうだね。確かに大変、大変というか、なんか一気にやったらあれだけど、なんかこれ着れたからとか考えながら買ったら大丈夫。何種類パーカーあるの？でもそんな多分多くないと思うけど、まあ結構あります。
でもさ、何言おうとしたっけ、怖そう、思い出した、この時期なんてパーカー嬉しいんですけど、もう冷え性が半端なくて本当にやばいんです。なんかもう妹からも手冷たすぎやばいよって言われるから、冷え性には辛いんですよねこの時期。自分は自由さえあれば生きていける。自由。どこのブランドが好きなんだっけ。どこが好きかな今。でもやっぱ韓国ショップ結構見るかな。洋服は。コスメはなんかその時によるけど、なんか最近どこっていうのないかも。どこっていうの、でも買ってみたいのはエピヌを買ってみたいです。洋服ブランドまだ買ったことないから。なんか結構ね、どこのブランドが好きというよりもなんかネットで見てて可愛いなって思って買ったりするから。 HKT 冷え性多いな家上ね、ほんと代謝良かったのに、なんか代謝がなくなっちゃった、代謝がなくなっちゃったおかしいね、代謝が低い。花も確かに冷え性、あ、じいちゃんも冷え性の確かにイメージあるわ。だって寒いって言って近く見たらなんか結構花とかいるイメージある。寒いよねって。色で選ぶの、形で選ぶの。私は色はまあ大体黒買うから形ですかね、形で選びます。なんかちょっとさ、形によってさ可愛くても着たらなんか不格好に見えたりするじゃん、その人の骨格とかにもよって。だからですね、形で選ぶかな私は。すごいなんかさ、この時間に配信したらさ、この時間に配信したらさってワード今日めっちゃ使ってるけど、あんまりなんかコメント欄で見ない名前も見たりするからいいね。たまには昼配信も。最近黒のイメージ使い、いや、買った洋服ほぼ黒です。最近新しく買った洋服ほぼ黒で、1枚2枚ぐらいだけちょっと違う。夜まで配信したら多分どっかで寝てるわ私。寝たらさもうやばいわ、シーンってなっちゃう、誰も見に来てくれなくなっちゃう43分なの。ちょっともうそろそろ書き書きタイムしていいですか。もう昼初めて見る人はさ、書き書きタイムってなんぞやってなるけど、書き書きタイムみたいなのがあるんですよ。あ、ちょっとすいません、失礼します、失礼します。よいしょ、今来たけど、メイクそろそろ完成ですか。もう完成して、もう結構時間経って話してますもうとっくに終わっちゃった。もう終わって普通に話してたよね。すごい、見て、この板があることによってめっちゃ顔が明るく見える。大事だねこういうの。お昼過ぎの配信、皆さん見てくださってありがとうございました。なんか久々にメイクしながら配信って難しいけど楽しかった。レフは確かに
宝の光はもう確かにね、明るくなる。あー、テロップにメイク、そう、すいません、もう終わっちゃいました、すいません、終わって普通にお話しタイムしちゃってました、すいません。ということで、あのお昼配信見ていただいてありがとうございました。ランキングを読んで終わりたいと思います。はい、じゃあ呼びますね。13位かやっぺさん、12位キシリトールさん、11位ようちゃんさん、10位バウチさん、9位YUITS さん、8位ビーバップ団長さん、7位おじいちゃんアットマーク3-2新規さん、6位ナオトさん、5位焼き鳥先生、何これ、アットマーク、どこで見れるの、なんか見えない、その最後の焼き鳥先生アットマーク動いてる以降が見えない、なんで。4位チャーニーさん、3位ネコキャットさん、2位ジュンさん、1位タカネコ新囚人さんでした。はい、ありがとうございます。なんかさ、あれになってる、なんかアップデートされてて、なんかちょっと変わってた、見れなくなってた、長いあれ、なんでだ、謎だな。そしてタカさん、タカアットマーク、もうアットマークで覚えちゃってる、アットマーク新囚人さん、まあここは猫だったんですけどね、ありがとうございました、ありがとうございました、お城ありがとうございました。ということでお昼マジいつも夜するから変な感じ、ありがとうございました。また配信するときはぜひ見に来てください。ということでバイバーイ、ありがとうございました、またね、バイバーイ。あ、ちょっと待って、間違った、全然違う、どうやってバイバイとか言いながらライブ終了のボタンを押してなかった、バイバーイ。